音響監督、高松慎治。ああ、高松さんから来てますね。早いものでアニメ銀魂が始まって10年以上経ってしまいました。よろずやの3人で思い出すのは最初のジャンフェス版の時のオーディションです。杉田さんはオーディションの時から今の銀さんの感じで、ギャー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 やかましいんだよ、発情期ですかこの野郎というセリフが、言い方が異彩を放っていて、かっこ笑い。他の方と全然違っていたんです。私的にはすごく面白かったんでありだったんですが、みんなの賛否が分かれましたね。結局空知さんがいいと言ってくれて決まりました。今となっては3人とも他のキャスティングは考えられないほどぴったりだと思いますが、オーディションの時やテレビシリーズが始まった頃の思い出など聞いてみたいです。質問になっちゃったよ。オーディションよく覚えてますよ。オーディションね、うちの会社の人に指名できて、で当時いたマネージャーが、杉田君これ知ってる？この銀婚ってやつって。まあね銀婚ね。はい。あのでもこの主人公メイム死んでるし、ネタは昭和ネタだし、かっこよくないんですよって。うん、そうなの？って。ジャンプ特有のかっこいいイケメン主人公じゃない？いや違いますって。少年じゃないし、まず、こいつはギャグキャラですって、その辺勘違いしたらダメだと思いますよ。はーん、でついでに受けるって言われて、あついででも何でもチャンスもらえんならって言って受けて、よく覚えてますよ。なるほど、結果的にこうなったわけですよ。ソラシさんがいいと言って、だって漫画読んでてこいつギャグキャラだと思いましたもん。だってまあ確かにね、かっこいい時はかっこいいけど、基本的にはギャグですからな。だらしない人、ダメな人っていう。でもそのダメな人がたまたまいいことするからよりよく見えるんじゃないかって当時漫画読んでて思ったんで。ああ、不良がな、時々な、犬に傘さしてあげたりするとな。逆に優しい人なんだ。逆に優しい人間がな、ちょっと悪いことしたらもうダメだもんな。本当で。恐ろしい話だ。何もしないことが偉いはずなのに、何なんですかね、あれ。おかしな話だよ。僕はオーディションの聞く耳と一緒だったからね。ああ、そうでした。そうそんな話聞きました。銀時役の方が、佐方銀次役のって言った時の、首耳の、銀八銀八って。嘘教えてるって。みんな違う。銀時だよ。僕が言うっていう一連の流れです。そこからもう結構オーディションで得点になってそうな気がしますけど。面白かった。ちょっと面白かった。